え、そんなことより、何よそんなことよりって、地味犬の PV、 あんなやつの PV なんて見るわけないじゃん。もう思い出すだけで虫図が走るっていう。え、あ、だってまあほらあれよ。え、体に不調はないかって、そんなのって、さくらって知ってるかって、それって熱烈なチてか知ってるも何も、私友達だよ。サクラッチがどうかしたの？だって家出する地味犬ファンの子が最近多いんでしょ。ただの噂だと思ってたけど、本当だったら一大事だね。うわっ、それでサクラ、何よそれ、気になるじゃない。待ってよ、なんだよこんなところで。けどちょうどよかった、さくら。あ、いや別に深い意味とかないんだ。な何、ちょっとそれどういうことだよ。地味犬の PV？ そういえばさくら、ちょっと前に悪魔巡礼がどうのこうのって言ってたけ。悪魔巡礼ってのは地味犬に選ばれたファンだけが、まさかさくらのやつ、あのバカ、周りはハッカーだらけなんだぞ。さくら今行くぞ。
し、いざ勝負。君がいてくれてよかった。電脳空間ならノキアと一緒にいられるからね。アグモン、ガブモン。ねえノキア、ちょっと。ちょっと、あんたたち何やってんのよ。そのおいおい、なんだよ姉ちゃん。なんてひどいことを。許せない。だったらどうするんだ。そうよ、やっちゃうのよね。さすがは天皇だって。え、ノキアはやっちゃわないの。そうよ、私はやっちゃわないの。そうだよ、危ないしやっちゃわない。ノキアは安全なところで友達が戦う。てかちょっと、僕らの存在ガン無視ですか。ふざけんなよ。やっちま、無視とか失礼だろ。調子。あ
れを早く。あれですね。じゃあ何、君はサクラッチの居場所を探るけどこの通りまんまと返り討ちだけどさ、そんなになってまでなあ、お前それがデモンズのアジトだ。きっとそこにちょいと無茶しちまったけど、俺のことはいい。早く咲く。あとは任せた。ねえノキア、どうしてあんなに盛り上がって。それはね、彼らが思春期ま…思春期まっただ青春一直線とも呼ばれているわ。青春一直線？それってそうね、似てるけど中二病があれやこれやでジョブレス進化すると青春、よくは…うん、うっしちゃダメだよ。ここは逃げるよ。
居場所が分かった。サクラッチ、助けに来たよ。おいおいおい、ふわよ、俺様の悪魔巡礼に殴り込みた。いいのてか、おめえあん時のデジモンごときで目くじら立ててたアイホエールが、アイホエール、うわ、目くじらだからアイホエールとかって、って何してんのこれ。ひょっとして今まさに絶賛DJ中。ちょっと待って、それって今私の顔が全部、私まだ準備が、謎の超絶美女として、なバーカー、そのカメラは俺様だけに向くけど、街とかで流れてた映像は PV だったのに。ライブはな、生で聞かねえと意味ねえんだ。この悪魔の藁人形たちはよ、今によ、もっともっと大勢の悪魔の藁。何言ってんのよ！この子たちがここにいるのは、あんたの PV に込められたサルモネラ効果だってネタは上がった。ああ、なんだよその効果は。それ言うなら、サブと、そう、それよそれ、マグモン、ガブモン。信じらんねえ、 UFO アイぶっ壊してんの。それはあの人が俺っちにくれたんだぞ。大事な大事な、あの人が俺様の曲を、もっと大勢の人間、あの人が俺様はもっと人気者になるべきだ。あんたのその失敗した歌舞伎役者みたいな顔を、これ以上、あ、失敗した歌舞伎役者だ。あ、それか、なんか有名なバンドのパクリでしょ。確かリップだかだか、ルージュだか、あー、バカ、許さねえ、いや許せねえ。アグモン、ガブモン、準備はいい？今度はみんなで。え、けどさっきは、すーきゃりゃー、ソウルライブの終幕だ。
そもそもアンさんみたいなパチモン、ちょ、ま、い、な、ロッケンロール、こういうの汚い花火。ちょっとあんた何してんのよ。これから私がいろいろ問い詰めてやる。深入りは禁物です。ブスブサイクってバーカバーカ、ブサイクじゃないです。ブサイクって言った方がブサイクなんです。ていうか深入りってどういうこと。それってあんたたちがこの件になんか噛んでるっていう。不細工なくせに無駄に勘のええお嬢はん、その減らず口塞いだります。遊んであげます。それくらいにしておけ。飽きまへん飽きまへん。こないな程度このドブスなアホ。やめろと言っている。それとも君まで僕にする。ちゃいます。そんなわけ。いけずん言わんといて。今回のことは僕の不始末だ。彼は純粋に客を呼びたくて電波ジャックという方法を使ったんだ。神城の連中にそそのかされてね。神城？それじゃあ結局あの男も神城の駒の、それらのアイデアを吹聴したのがおそらく岸辺り。それじゃあそのことを地味犬に証言させ。それはできない。なぜなら彼5歳人で少女たちを操っていたように、彼自身も
巧みに操ってか、ユーゴ、君はどうして。ブッサイクなお嬢は言いましたやろ、君の端末に現実世界の少女たちが集められている場所、後始末をさせてすまないがよろしく頼む。ちょっと待っておくれや。わっちは弱いもんと不細工なもんがす壊しとうて壊しとうてたまらんくなるんだす。なんなのあの優吾といい神代といい、なんだか複雑なことになってきちゃった。はっ、そうだった、地味犬の悪魔巡礼のみんなを助けに来たんだった。サクラッチ、ポメラニアン効果のみんな大丈夫？なるほど、では無事にサブリミナル効果で洗脳された連中を助け出せたわけだ。けど入院だなんて。心配することはねえ、交際民の味なんか専門家ならすぐに解けるはずだ。それより君の方こそ大丈夫なのか。ハッカーたちに手ひどくやられていたそうだが。俺は全然大丈夫だ。そんな、さくらんとこ見舞いに行ってくる。やっぱり春が青いな。さてと、事件の核心部分について聞かせてもらおう。うん、君たちの報告をまとめると、つまりこういうことになる。デモンズと神代、しかし一連の事件全ての背後に神代があったとすると、我々は何かを見落としている。それともこれから我々の前に姿を現すのか。情報の少ない今の時点で結論を出すのは危険か。見落としているのか、これから現れるのか。今回はご苦労だったな、シラミのノキア。君にも礼を言っておこう。ねえ、ちょっといいかな。外で話したいことがある。これも春の青さですね。それはそうと、おじさん、例の神代とナイルコープの一件。まあそう焦るな、今慎重に外堀を埋めてるとこだ。ほら、昔から言うだろ、せいてはことを子孫じるですね。あのね、私あのハッカーたちのこと絶対に許せない。あんなに可愛らしいデジモンを手足のように奴隷のように好き勝手使うなんて。それにデジモンたちが哀れで不憫で。実は私、君のこと見てたら自分も何か行動しなきゃダメって。ただ見てるだけじゃダメなんだって。こんな私にも何かできることがあるはずだって。今は具体的に何ができるかは思いつき、ひらめいたら真っ先に君に知らせるから、楽しみにしててよね。よし、やるぞ。私のエルカワボディに秘められた力を最大限に引き出すの。シラミネノキア。